ぶりに買い物に行ったというか、久しぶりにいろいろ支払いとかあったので専門館に行きました。そこで買ったものをご紹介します。何日ぶりに出たんだ、超久しぶりに出かけました。よいしょ。まずは今夜も作るのめんどっちいので、おにぎりと冷やし中華食べたかったので冷やし中華買いました。アミューにも行ったし、他のあちこち、どっちから紹介し、あ、こっちから、まずアミューで買ったのがビームスだけど、中身にもいろいろ入ってて、ちいかわのチケットファイル、チケットファイル入れで何が入ってるかわからないという、昔はね何個も買って集めたいってしてたけど、ちゃんと最近は落ち着いたので一つだけ買いました。可愛いですよね、ほらこれ何入ってるかな、開けてみましょうか。一つしか買ってないので、ここ開けるのかな、下まで聞いてたらどうしよう。でここは開かないもん、ここ開けた方がいいのかな、いやきつい、多分下は大丈夫でしょうね、えそう思うよね。ただこの入れ物も可愛い、え、開けました。さて何でしょうか、何が入ってるでしょうか。ちらっと見えた、じゃんじゃん、わ、かわいい、ピンクでした、めっちゃいい。これにあの列車の切符とか入れたらいいですよね、そう思って買ったんですけど、何ものだった、ちいかわヘアサロンって書いてある、いろいろ考えつきますね。夏の旅行券なのが欲しい、わ、いい、すごい、ほら中こんな感じ、わ、かわいい、かわいいが復活あれ、けいちゃん、あっち見て、そしてなんと、じゃん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 、迷いに迷って残り1個買っちゃいました。これが2900円、あ、値札がついてる、消費税込みで3100円、買っちゃいました。これもさ、何か使えますよね、カバンに下げようかな、かわいいから、ほらかわいいですよね。保証書付きですって、うさぎを買いました、残り1個でした。うん、にゃんだね、かわいいにゃんだよね、うん、にゃん、かわいいにゃん、ちょっと何、あ、うん、いっぱい買ったの、うん、いっぱい買った、うん、買ったよ、いろいろ買った。けいちゃんにもあげたじゃん、まだ食べるの、かわいいですよね、光るか、こんな感じ、うさぎがかわいい、うさぎにしました、うさぎがなんか一番上品だったうさぎ自身は上品じゃないんだけど、3000円で買えるっていい、よくないですか、いいですよね、ほらつけたらこんな感じ、息子も欲しいって言われそう、息子に取られそう、うさぎ派なんですよ息子は、あ、つけたの見せたいけど逆さまだけど、こんな感じ可愛いですよね。そして次はすごいなんか高級品買ったみたいですよね、ビームス、ここでちょっとたまにあそこのショーウィンドウ見てなんか買うのが楽しみですね、よかったんです。指を一つなくしてしまったので、すごい可愛い袋が、え、またその中も可愛く入れてくれてる安いやつですよ、どっちも1500円ぐらい、お花の指輪を買いました。でこれはあれ、イヤリング、袋がまあいちいち芸が細かいですね、こんな感じで、左は緩かったから夏だからいいかなと思って、冬もつけるかもな、セーターとかにも合いそう、
ほら、ちゃんと上を向くようになってんです。相手を向くように。あ、汚い手が。これ、どうしたら映るの？こう？こんな感じ？かわいいですよね。こんな感じ。花、バラみたいな感じ。バラになってる。よくわかんないかもな。ここです。こんな感じです。そして、イヤリングが、どっちも1500円ぐらいだったかな。2つで3000円いかないぐらい。わ、かわいい。私、ピアスの穴、昔は開けてたけども、塞がってるので、今、イヤリングですね。しかも、これが調節できるのがいいですよね。痛くなる、耳が。これも、こうつけたら、結構、上を向くようになってて。そして、こう、お揃いで買いました。かわいい。変わりそうなので。あと、オレンジが、それこそオレンジが好きだから、なおさら好きなのかもしれない。オレンジのボールペン。120円だったかな。無印のボールペンと蛍光ペン。これも、これ一色しか使ってないんですけど、もうすぐまたこちらもなくなりそうなので。あと1個ペンも、黒ペン使い終わったので、買い足しです。これだけ買いました。無印。あ、あとおかしかったんだ。食いしん坊だから、ついついお菓子を見ると。これは綿菓子。うちの親が好きだったので、お供えに買いました。なんかでも綿菓子人気がありますよね。おいしいちって。綿菓子。そして、何買ったかな？いくらだったかな？大好きなポテトチップス。これも100円、120円ぐらいですよ。これとこれがいいなと思ったのが、小さいバージョン。バナナバームの小さいバージョン。買いました。これもいいですよね。おっきいのより、一人暮らしには。大きなのはちょっと食べきれないけど、これはいいですよね。ちょうど食べきりサイズ。そして、ガチャガチャも1回だけ。木彫りの動物たちって書いてたので、なんかいいなと思って300円のガチャをしました。よく開けられますよね、YouTube の人たち。あ、これこれ。ちっちゃい。こうして見せたらいい？ほら。こんな感じでした。なんか一枚不細工なのが当たったって感じ。あ、イノシシじゃなくてよかったかな。まあ、でも、写真より可愛いですよね。猫だったら一番嬉しかった。ここで買いました。何だったよ、ここの店。名前なんだっけ？名前忘れた。なんとかってよく皆さん買ってますよね。何が美味しいか、何が美味しいって。カルディでいいのかな。カルディで買ったんだ。カルディで。よいしょ。これ、まず。もう食いしん坊だから、何から、すぐ、もうちょっと、あ、ご飯食べて、コーヒー無料サービス、アイスコーヒー配ってたから、あ、アイスコーヒー飲もうと思って行ったらおしまい。食いしん坊なので。これが、いくらだっけ？美味しそうですよね。香ばしい。エビせん見つけられないの。どれだっけ？ 213 円。税込みです。213円。190何円って書いてある。これ買って、そして、これは、あ、ビスケット。全粒粉って言うんですけど、この感じが好きなんですよね。私は大好き。で、このもだって、これ外国。イタリアですって、イタリア産。これが、289円。で、これ美味しそうですね。まずこれを買おうと思ったんですよ。みんな買ってて。なんか、ふりかけおにぎり。ん？なんだ？ああ、麺類にもいいし、おつまみにもなるって書いてますね。美味しそう、これ。これが海苔。韓国、ジャバって、これからだ。321円だと思います。
税込み。そしてあ、これ買いました。子供の頃これよく食べてたんですよね。懐かしくて映画見るときにしようと思ってこれも買いました。なんとか、あ、これだ、なんとかポップって書いてある。246円。パン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 ってやるね。あ、これだね、もう平時ご飯が進む。348円、多分。で、よくコーヒーを飲むのでこれも大容量買いました。フィルターこれ280円、結構高いやつだった。これだ、なんとかマッスン文化補助シャワー、知らん、なんて名前わからんけど、300何円、え、321円、わからん。そしてこれオリーブオイルやっと買いました。重たいからなるだけ小さいのにしました。これが一番小さいサイズだったので、あの有名なよく出てくるようなのじゃないけど、カルポネールオリーブオイルって書いてますね。スペインのオリーブオイルだそうです。私も何でもいいかなと思っても結局これが598円以上でした。で、これ袋買っちゃったんですよね、また使えるしと思って。これ結構入ったのでこれ使えますよね、この袋。これがエコバッグが173円、ここで使った金額が2562円でした。以上でした、お買い物。こちらのちいかわファイルは友達が東京に行ったお土産に買ってきてくれました。私がちいかわのこと好きだって知ってたので、スカイツリーに行った時に買ってきてくれました。かわいいですよね、3人がすごいかわいい。ハチワレちゃんカメラ持ってるあれ、あ、ウサギが持ってんのあれか、望遠鏡。そしてちいかわもだね、かわいい。星が飛んでて、流れ星も飛んでて、すごいかわいい。これを選んで買ってきてくれました。後ろもかわいい。ちいかわ、星降るスカイツリーって書いてる。すごいかわいい。ありがとう。嬉しいです。それと、お菓子も一つ買ってきてくださってて、買ってきてくれてて、空港で買ってきてくれたのかな、北海道のお菓子って書いてありました。あとで紅茶かな、紅茶と一緒にいただきたいと思います。ありがとうよ、ありがとうね、お友達嬉しい、めっちゃ美味しそう。と、あ、そうだ、北海道東京って書いてますね。へへ、よかった、ありがとう、嬉しいです。今紅茶入れてます。あ、ホワイトチョコから食べようかな、開けてみます。よいしょ、うわ、すごいケーキみたい、ほら、うん、サクサク、めっちゃ美味しい。ま、ゆっくりいただきます。